チャクラが逃げろ。うちの腕を噛んで、チャクラだってもう切れちまってんだろ。でもそんなことしたら今度はカリンさんが。甘ったれんなっつーの。さあ、サクラにうちの命を救ってもらったことがあってね。え、帰ったら言っといてよ。これで貸し借りなしだ。上だ。チャリンガンと怪力、さすがあいつらの子だね。村に急ぎましょう。